第二次世界大戦太平洋戦争日本本土の戦い本土決戦本土決戦とは第二次世界大戦において想定された日本本土への連合軍陸上戦闘に対する日本側の故障である。アメリカ軍とイギリス軍、フランス軍を中心とした連合国軍は1945年秋以降にダウンホール作戦として実施を予定し日本軍はすべてを決するという意味で 結合作戦と称する防衛作戦を計画していた。1945年8月に日本がポツダム宣言を受諾して降伏したため、本土決戦は行われることがなかった。日本政府、大本営が日米の天皇山と古豪し、死守すべく全力を注いだフィリピンの戦いでは、1945年1月9日、 連合国軍のルソン島を輪害湾上陸によって日本軍の敗北がほぼ決定的なものとなり、同地の喪失と本土侵攻は時間の問題となっていた。また、連合国軍の潜水艦や航空機の攻撃による輸送船の喪失に加え、マリアナ沖海戦、冷凍機海戦以後は西海圏、西空圏を奪われた。機雷による日本沿岸の封鎖もあって、 内地と外地の連絡網は完全に遮断され撤退も増援も絶望的な状況に陥っていた。一方、連合国軍の本土上陸に備えた防衛のための準備は虚構一イ体制の掛け声で行われていたが、本土と占領地との間の正海権、制空権の喪失による石油や金属など軍需物資の深刻な不足で地,地として進まず、航空機用の代替燃料として 小混油の生産や、鉱材を節約できるコンクリート船の建造さえ、行われていた。その上に本本土空襲による爆撃も加わり、有効な防衛体制を構築すること自体が、絶望的な状況であった。当初、大本営は、本土での地上戦を想定していなかったが、絶対国防権が破綻し、本土防衛戦を一から考慮せざるを得ない状況となった。第一に、 国体五次が最優先課題であったため、1944年1月頃から大本営の転身計画が秘密裏に進められた。1944年7月20日、参謀総長は本土沿岸追記実施要項を示し、連合国軍の上陸に備え、九十九里浜や鹿島灘、八戸に陣地構築を命じた。 また、関東防衛のための大本営直属部隊として、第36軍が編成された。1944年7月24日、大本営は、陸海軍事後の作戦対抗を定めし、フィリピン、千島列島、本土、台湾の4方面で、連合国軍の進行を想定した、迎撃作戦の準備を命じた。その約1ヶ月後に、フィリピンに米軍が進行。 これに対し大本営はフィリピンを死守すべく早い1号作戦を発動したが逆に冷凍機械戦で連合艦隊が壊滅する大敗を喫し日本は海上作戦能力を事実上喪失したその結果を受け大本営は本格的に本土防衛計画に迫られることになった連合国軍の本土上陸進行を遅延させその間に 今度の作戦準備体制を確立するための帝国陸海軍作戦計画大網を1945年1月20日に定め陸上防衛戦への準備が進められていくことになる。この作戦計画は前沿地帯つまり千島列島、小笠原諸島、南西諸島の沖縄本島以南、台湾などの地域を外閣とし、連合国軍が進行してきた場合、 できる限り抗戦して敵の出血を図りつつ、長く進行してくる敵を日本本土深くまで誘い込んだ上で撃退するという海軍の前言迎撃戦略が採用された。1945年4月8日、大本営は連合軍上陸の際には各方面軍が独立して最後まで戦闘に当たることと結合作戦準備要項を自達し、 一連の防衛計画を正式な作戦名、結合作戦とした。以降の大本営の構想は、部隊の交代、時給を認めない旨を各部隊に通達し、一億玉砕の思想に囚われて行くことになる。日本軍は連合国軍が本土に侵攻してくる時期を1945年秋と予測していた。 当時の敵情分析をした書類には、我が本土攻略開始時期、方面及び規模などはなお予断を許さないが、我が空海武力の打倒、空海基地の推進、日満市の生産及び交通の徹底的に、破壊などにより戦争遂行能力の打倒し、大陸と本土との兵力軌道を遮断し、その上、十分な陸兵を、集中志向を整えた後、決行するのが死闘な順序であろう。 その時期は、今後の状況により変化するが、本年秋以降は特に警戒を要するものと思考する、戦士総書本土決戦準備、一関東防衛防衛庁防衛研修所選支出、著、朝雲新聞社官とされており、連合国軍の日本本土進行のスケジュールと、ほぼ一致していた。指揮系統の一新1945年1月22日、すでに、 沖縄戦前に解体されていた北方軍、台湾軍に加えて1944年により本土防衛の葬式を取っていた防衛総司令部の令下にあった東部軍、中部軍、西部軍及び朝鮮軍を廃止して新たに方面軍と軍管区を新設した。これによって作戦と軍政の分離を行い本土決戦における指揮系統の明確化を図った。 防衛総司令部はこれまでと同様に直接部隊として東京防衛のための第36軍と第6航空軍を指揮下に置いていた。さらに4月8日、指揮の円滑化を図るため防衛総司令部は第1総軍、第2総軍に分割された。両総軍の指揮範囲は鈴鹿山脈を境界としていた。また航空戦力の一元運用のため、 航空総軍が新設された。この際に第36軍は第12方面軍霊下になり、第6航空軍は航空総軍の霊下となった。これら一連の新式系統の確立の結果を以下に示す。兵力の配備1944年にマリアナ諸島を創出した頃、日本陸軍の総兵力はおよそ400万人であったが、そのうち日本本土にあったのは、 東部、中部、西部の各軍を合わせても約45万6千人で、総兵力のわずか11%に過ぎず、防衛戦を行うには、兵力が不足していた。兵力の欠乏を補うため、満州や北方からの部隊転用が行われたほか、根こそぎ動員と呼ばれる、現役兵から国民兵役に至るまでの大量召集と、部隊新設が進められた。根こそぎ動員は、 以下の通り、大きく3回に分けて実施された。これらの動員によって、一般士団40個、独立混成旅団22個など、約150万人近くが動員された。日本軍は、前述の時期を念頭に、部隊の編成を実施した。しかし、期間や、物資の制限から最終的には、兵力や装備が不足していても、編成が完結したと見なす方針が取られた。 そのため、これらの師団は、結局中途半端な人員、装備のままで配備されていった。さらに、緊急時にのみ召集する防衛召集方式の部隊も補助的な戦力として増設された。沿岸警備などを目的とした特設警備隊が引き続き編成されたほか、後日の国民戦闘組織と連携する部隊として、地区特設警備隊も編成が始まった。 従来は徴兵関係の事務処理機関だった連隊区司令部も地区特設警備隊などを指揮して戦闘任務を負うことになり職員兼任の地区司令部が新たに編成された。これらの部隊は兵器、訓練とも極めて不十分な状態であった。以上のほか、本土所在の軍部隊の増加に応じた軍の秩序維持や軍民関係調整を図ることなどを目的に 国内配備の憲兵の大幅な増強も行われた。正規憲兵だけで14,203人に及び、さらに補助憲兵9,222人も増加配属された。これにより、国内憲兵は一挙に3倍の兵力となった。特殊軍務機関の移転、帝国陸海軍作戦計画大網の方針にのっとり、本土防衛戦での長報線、秘密戦、遊撃戦 最近戦に備え、陸軍中野学校の群馬移転、及びり戸研究所の長野移転が行われた。指揮系統の一心霊沖海戦の敗北により、多くの艦艇を失い、すでに組織的戦闘力を喪失していた海軍は、南東方面艦隊及び南西方面艦隊を除いた全部隊を統一指揮するため、陸軍の指揮系統改編と同じ時期、 1945年4月25日に、慶応大学日吉キャンパスに、海軍総大司令部を設置し、初代の海軍総司令長官には、連合艦隊司令長官が兼務し、豊田祖江武大将、ついで小沢寺三郎中将が任命された。軍事上の要望と国民の権利を調整するために、軍事特別措置法が施行され、船舶港湾などの一元的運営、 地方行政組織の臨戦化も図られた。例えば、船舶運営会に委ねられていた、船舶管理は、軍徴用船と合わせて、新設の大法に営会運送幹部が行うことになった。さらに、3月下旬以降は、陸海軍と別に、全国民の戦力化を図る、国民戦闘組織の編成が進められた。3月23日に統制強化と、 民間防衛のための国民義勇隊の設置が閣議決定され、国民学校初等科終了以上の65歳以下の男性、45歳以下の女性のうち、病弱者と平役者を除く全員を地域単位で組織した。6月22日の義勇兵器法公府により、国民義勇隊は陸海軍正規部隊以外の補助戦闘組織である。 国民義勇戦闘隊への編入が可能となった。義勇兵役法では、兵役法対象外である若年者、高齢者、女性も対象に取り込まれ、男性は15歳以上60歳以下、女性は17歳以上45歳以下までが、義勇招集によって国民義勇戦闘隊員に編入され、義勇兵として戦闘に参加することが可能となった。ただし招集拒否は不可であり、 逃亡、危機に対しては罰則が加えられた。対象年齢者以外の者も,も志願すれば戦闘隊に参加することが可能で、それ以外の者は戦闘予測地域からの退避が予定されていた。これに伴い在京軍人会が自主的に組織していた防衛隊は国民義勇隊に一本化された。連合国軍は1945年4月に沖縄振興を 開始6月には沖縄の占領をほぼ完了した。連合国軍は日本の早期降伏を狙い、機雷や潜水艦による日本本土の海上封鎖、爆撃機による都市空襲を行ったものの、それらの降伏意志に対する効果は不明確であり、本土上陸を果たし、東京占領によって戦争終結を目指すことが計画された。 一方、日本政府は日露戦争を念頭にソ連を仲介とし、天皇制の維持を主目的とする国体の誤示を掲げた講和工作を行ってはいたが、国家体制の破壊を太平洋戦争の最終目標とする連合国軍に受け入れられるはずがなく、はかばかしい結果を生み出さなかった。結局、成り行きで日本本土における戦争継続方針が採用された。 昭和天皇独白録によれば、6月12日には、私が今まで聞いていたところでは、海岸地方の防備が悪いということであったが、報告によると、海岸のみならず、決戦手段さえ、武器が満足に行き渡っていないということだった。敵の落とした爆弾の鉄を利用して、シャベルを作るのだという、これでは戦争は不可能ということを確認した。また、 終戦後元自重長の坪島から聞いたことだが一番防備のできているはずの鹿児島半島の舞台でさえ対戦者法がないありさまで兵は毎日残業掘りに刺激され満足な訓練はできておらぬありさまだった姿だとある1945年7月26日に連合国の共同声明としてポツダム宣言が出される最高戦争指導会議ではソ連からの 中介回答が出るまで生還するとされたが、軍部の側から政府に国民の指揮に関わるという理由で避難声明を出す要求があり、鈴木貫太郎首相は記者会見で重大な価値あるものとは認めない、ただ目殺するのみであると述べた。その後、原爆投下とソ連の参戦によって、最高戦争指導会議の午前会議において、昭和天皇のいわゆる 政壇によりポツダム宣言の受諾による停戦を決意8月14日に宣言の正式受諾を連合国に通告する。翌15日にはそれが発表され9月2日に宣言の正式な調印がなされた。これによって本土決戦は想定や計画だけに終わる結果となった。日本本土決戦の外略ず島から九州まで日本全土において 防御陣地の構築や根こそぎ動員により戦闘要員を確保する。特に陣地構築が多かった地区は九州と関東である。軍人の他に地元住民なども動員して残豪や飛行場の構築が行われた。航空攻撃については夜間雷爆撃を主とする通常攻撃も含まれていたが特攻が主体になると考えられていた。 ソ連は1945年8月8日に日本に宣戦線し、翌9日未明、満州、北戦と千島、カラフトに侵攻している。ソ連は北海道の北半分の占領をアメリカに要求しており、実際に1945年8月後半には軍へ北海道上陸の準備命令を出していた。ドイツなどの同盟国やソ連のような飛行戦国、スウェーデンやスイス、 スペインなどの中立国の外交官の多くは、東京や疎開先の軽井沢などで通常の活動を行っており、連合国軍上陸の際には日本政府と共に疎開、移動することとなっていた。本土決戦は絶対国防圏が破られた後に軍部が作成した泥縄的戦略で、その計画が未完に終わったため、戦後日本の防衛戦略に与えた影響は多くはない。 しかし、本土決戦の準備のために生産な自給戦となった沖縄戦では多数の人的損害が発生した。自国民と領土を戦略的に犠牲にするという国民国家としてあり得る選択肢を日本政府が台米戦争においては沖縄にのみ追わせる結果に終わったことは戦後基地問題に代表される沖縄の本土への不信感を抱かせるに至った。 作家の笠井清は、本土防衛戦が行われた犠牲者数の試算を200万から300万と沖縄戦と比べて、これでも控えめな数字と予測している。そしてこの参加を逃れたのは幸運であったとしながらも、同時にこの代償として、日本人が何を失ったかを正確に知る必要がある、と述べている。本土防衛戦は、 それが非常に激しい陸上戦闘を伴うと思われること、またその結果として20世紀後半の日本が分断国家となった可能性があったことから、核戦機や SF などの設定やプロットに用いられることがある。ありがとうございます。